じゃじゃじゃ人の大きさすぎる。化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、なんか綺麗な結果。あれは超かっこいいね。はい、小津のおしゅめ部屋へようこそ。まあ、前回のね続きのまんまなんですけれども始めたいと思います。実はね前回も、話しましたけれども、魂ネーションね見終わった後に。ちょっと秋葉の方を探索しまして、まあねいろいろと、まあ、フィギュアショップとかいろいろ回ったんですけれども、そこでね そこでね、ガチャガチャ専門のショップがありましてね、ガチャガチャがいっぱい置いてあるところがあって、そこでねちょっとね自分がそそられるようなガチャガチャがあったんで、ちょっとそれをね回してきたんですよ。それが何かっていうとね、こちらなんですよ。これ見て何か分かる人はもうすごいですよ。やったことある人ですね。これ何ぞやって話でしょうか。これね、実はね、これ結構びっくりするかもしれない、これ。あ、こっち待って。赤。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。結構開きづらい。ビニールでね、そのまんま巻かれてる感じなんですよね。結構大きいん、大きいんですよ。大きいんですけれども、で、これは中をね、パカッと開けるじゃないですか。すると、中には、何より意味のわからないものがこうあるわけですよ、パーツが。なんぞやって話ですけれども、実はね、カプセルで地球儀。ということでね、実はこれ地球儀なんですよ。で、ラインナップを見ると、普通に地球、火星、太陽、木星、月、で土星、これどう見てもさ、地球は当たりだけど火星外れやろ、これ火星外れでしょ。これ何をもっての何か分かんないよね。まあ土星もそうだけど、まあね木星はわかるよ、で月もわかる、で太陽もまあわかる、火星と土星はわからんでしょう普通の人は。その中で引いたのがこれですよ。これがもう土台ですよ。っていうことは、おそらく火星ですね。はい。火星が当たりましたよ。火星が。ちょっとね、これ組み立ててみましょう。はい。はい。ということで、組み終わりました。これ何気にでかいんですよ。このボリュームですからね。このボリューム。もう色紙と比べてもね、ほんと結構大きいのがわかりますけれども。ちゃんと回るんですよ。このポテンシャルで、実は200円なんですよ。安くないですか？いや、これ安いよ。これで200円って結構いいよね。でもさ、このラインナップで火星はないよなと思って、ちょっと納得いかなかったんだよね。でも地球が一番惜しかったけど、まあちょっと、まあラインナップがちょっと乏しいっちゃ乏しいよね。なんだかわかんないもんね、普通の人が見たら。地球儀なのはわかるけど、地球じゃねえじゃんみたいな。まあこれも火星儀だけどね、もうこれ火星儀で、これじゃ終われねえと思って、200円だしもう一回やんべえと思って、で実はねもう一回やったんですよ。そしたら、
あのね、なんと200円入れて回したら根詰まりしまして、ちょっと店員を呼ぶことになりまして、で店員を呼んで、もしかしたら、あ、じゃあこの中から好きなの選んでいいですよって言われるのかなと思ったら、普通にガシャガシャねかき混ぜて、いきなり下からポンって出てきたのを渡されたんですよ。なんだ選べねえのかよと思って、まあね、出てきたのを見たら、はい、こちらです。はい、まあ見てわかる通り真っ赤っかなんでね、太陽ですねまあもろに太陽が出ましたね。でも太陽はね、まあ当たりの部類だと思うけどね、うん、人間は太陽なしじゃ生きられないんでね、太陽は大当たりですよ。月と太陽と地球は当たりです。はい、まあジュピター木星もね当たりだけどね、うん、まあということで、ちょっとこれもねちょっと開封して組み立てて、まあ実際見てみましょう。はい、ということでね、組み立て終わりました。はい、こちらが太陽です。はい、まあ、一応黒点とかもね見られますけれども、まさかの、地球儀ならぬ太陽儀ある意味珍しいけどね。でもこれこうやってちゃんと回せて200円はほんと安いよな。もっとやればよかったな。全部全種類集めてもいいぐらいだね。はい、ということで、カプセル地球儀と言いながら結局出たのは火星儀と太陽儀でしたね。いやどれもねこれ出来がいいわ。これいやーこれもちょっとやればよかったな。木星と月が欲しかったな。地球じゃないにしても1回200円だしね、うん、これ200円以上のポテンシャルあるような気がするんだけどな、うん、ということでね、今回はねまたまた珍しいね、フィギュア、まあ、ガチャガチャですけれどもね、やってきました。まあ、実はね、まあこれだけじゃないんですよ、秋葉原で購入したものは。ということでね、次回もちょっと面白い、ちょっと動画をになると思います。はい、まあ、買ってきたものの、紹介という形になると思いますけれども、次回もね、開封動画を撮りたいと思います。なので、またね、チャンネル登録してお待ちいただければなと思います。はい、では、今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。